好、英語のこんばんは、ハルです。今回は442のおすすめカスタム戦術を紹介していきたいなと思います。こちらの戦術はですね、エリートディビジョンに到達をした時に使っていた、戦術になります。で、それでは早速紹介をしていきます。こちらのカスタム戦術の、この442、守備的の442というところですね。で、ディフェンス守備のスタイルがバランス、幅が45、そして深さが57ということにしてます。まあ、守備のスタイルバランスは特に、まあ、変えずですね。まあ、最初からバランスでやって、全然バランスで良かったな、というふうに思います。で、幅45ですね。まあ、ここも、特に気になることは、なくですね。45が一番いいかな、というふうに思います。まあ、もし変えるのであれば、まあ、40から45あたりかなというふうに思います。自分は45でやってました。で、深さが57ですね。まあ、ちょっとこう、1個ずつとか、まあ、2個ずつとか、いろいろ調整をしながらやっていて、まあ、落ち着いたのが57、ぐらいでしたね。で、ハイプレスをかけたい方はですね、まあ、今作71にするのが、まあ、ちょっとこう、強いというか、そういうような感じになりますので、もしハイプレスをもうちょっとかけたいなっていう方だったら、まあ71でもいいのかなというふうに思います。まあこちらも自分は57でやってました。60だったらなんかちょっと高いなっていうふうに思ったんで、まあ自分は57で、やってました。で、そしてオフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイクがダイレクトパス、そして幅が50、ペナルティアの侵入が5、コーナーキック、フリーキックともに2ということですね。まあビルドアップバランスも特に、自分は変えず、やっていて、まあ442だったらバランスが一番、安牌かなというふうに思います。で、そしてチャンスメイク、ダイレクトパスですね。まあこのダイレクトパスも、まあいろんなフォメで今作も安定のものになってるので、まあ442でもそれを試して、まあ特にこれで良かったかなと思います。まあもし変えるんだったら全然バランスとかでもいいというふうに思います。でですね、幅が50ですね。まあ結構442はですね、それぞれみんなの配置が、11人の配置が、まあフィールドプレイ10人ですね、10人の配置が、いいところにいてくれては、いるので、特に何かが狭いとか、広いとかっていうことも、まあないので、まあそこの幅、距離感っていうのを、まあ邪魔しない50が一番いいかなというふうに思います。まあ狭すぎるっていうのもまあありだと、思います。50からまあ40から50とかのあたりで調整をしてみるのもいいかなと思いますね。で、そして、ペナルティの侵入が5です。まあ、ここは、特に5ぐらいでいいと、思います。もうちょっとなんか、CM とかがね、入ってきてほしいな、とか、思う方だったら、まあ、6とかでもいいですけど、まあ、自分は5でやってました。で、コーナーキック、フリーキックは、まあ、それぞれ、皆さんの、まあ、任意の、やつでいいと思います。で、そして、指示ですね。指示はですね、キーパーか。キーパーは、積極的なクロスタイをスイーパー、キーパー。そして、サイドバック、両サイドバックですね。攻撃時に上がらないオーバーラップです。で、センターバック、共に何もいじってません。そして、CM ですね。CM2 枚は攻撃時に上がらない中央をカバーです。他は変えてません。そして、右ですね。右がディフェンスに戻る、中へ切り込む、クロスに合わせるですね。で、左も同様です。ディフェンスに戻る、中へ切り込む、クロスに合わせるですね。で、そして、ツートップですね。ツートップは裏に抜けるディフェンスに戻るです。まあ、これが選手それぞれの、指示になるんですけれども、まぁ、ちょっとこう特徴的なのはですね、サイドの中へ切り込むかなというふうに思います。結構ね、この中へ切り込むっていうので、ポジションを、ちょっとこう中めに、取るときがあります。サイドに広がってほしいなって思うときは、思っている時でも中に、切り込んでいって、なんか中でボールを受けようと、する素振りが多くなるんですけど、もしそういう時はサイドバックを使ってほしいですね。個人的には、やっぱりこの人がサイドから中へ入ってきてることによって、その後ろのサイドバックが、上がるというかそのスペースができてるので、まあそっちの方向にここからスルーパス、横にパンってスルーパス出すとか、で、サイドバックを使ってあげるっていうところが、いいと思います。結構相手からすると、まあ、守りにくい。選択肢が中に2つあるというような状況になるので、まあ、そういう風な意図もあって、中へ切り込むに、してます。もう絶対なんか、
狭いなって、もちろんそのそれぞれね皆さんが狭いなって思ったら、もちろんここをバランスワイドにしてもらってもいいんですけど、まあ個人的にはそういう風な意図、そういう攻め方っていうのも一つオプションとしてあるので、まあ中へ切り込むでやってました。でまあ2トップ裏抜けとかディフェンドボールはまあ特に、うん、まあ他のねフォーメーションとかでもあるものかなというふうに思います。でですね、まあ基本的に選手それぞれのまあどういう選手がいいかというふうなところでいくと、やっぱりサイドバックは守備的でも全然いいと思います。だから自分はウォーカーとテオで組んでますし、うん、どちらかが攻撃的である必要もないし、まあむしろやっぱり攻撃陣に上がらないというふうなね2人になるので、まあ守備的な選手、守備にちょっと重きを置いている2人を置くのがいいと思います。で中盤2人はですね、やっぱり2人しかいないんで中盤が、うん、なんで2人でスペースだったりとかをまあしっかり埋めつつ、まあ攻撃にも出ていかないということになるので、うん、やっぱりバランス型というか攻撃にも守備にも出ていける選手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、例えばデブライネとカンテとかでもいいと思います。片方が守備的で片方がまあちょっと攻撃目、とかでもいいと、思いますね。まあ、ただやっぱりどっちも攻撃的、例えば、うん、デブライネとウーデゴールとかっていうのはまあちょっと厳しいかな、大変になるかなというふうに思うので、まあ理想はどちらもバランス型とかがいいんじゃないかと思います。でまあサイドはやはりスピードですね。スピード、スピードと突破力がある選手がいいと思います。でその次にやっぱりシュートとかかなっていう風には、思うので、まずはやっぱりサイドに結構張るっていうか、中へ切り込むなんだけれども、配置的には全部が全部中に入ってくるわけじゃないんで、基本的にはサイドに張っていて、まあたまにちょっと中へ切り込む頻度が普通より多いっていうだけなんで、サイドで突破するっていう場面も全然あります。なんでやっぱり縦に行ける推進力だったりとかスピードを持ってる選手が、うん、一番いいと思います。でまあ2トップはですね、もう本当にここは皆さんが使いやすい選手、信頼をしている選手がいいと思います。別に重くても軽くてもいいです。それぞれ皆さんがこの人は使いやすい、この人が点を取ってくれているなというふうに思う選手を配置すればいいかなというふうに思います。肝はやっぱりここの2トップなんで、中からこの ST に当ててとか縦に当ててとか、そこからコンビネーションしていくというふうな形なんで、この2トップが一番点を取るというか、うん、サイドの選手が一番点取るってわけじゃないんで、ここが本当に一番の得点源になるので、皆さんが信頼を置いている、強い選手を置くのがいいと思います。まあという感じで、こちらがおすすめの442のカスタム選手になります。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思いますし、ぜひちょっと使ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。